皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は B スターズの2期の9話でございます。早速入っていきましょう。 Let's go。 さあ、素晴らしい世界、今日も惨敗だ。作りもやな。ここの OP のさ、前半超いいよね。ポッ、パタッタ、パタッパ、ん、バラ。で、このさ、遊ばせみたいなバンドだったっけ？夜遊びだったっけ？名前、うん、夜遊び。これ、ボカロイドらしいねんな。そうやったっけ？間違えてなかったっけ？よ、あそび、あ、ボカロイド。知らんかった。違うやん。人間が歌ってんじゃん。夜遊び。ほらほら。綾瀬とイクラという2人がやってて、違う、ボカリストはイクラって人で、ほらやっぱりそうじゃんな。あ、はい、おお、え、そうなん。薬屋ってあれですね、あの、え、おっと、わお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 、それはそれはオーリオってやつか。オーリオだったら殺すほかない、ヤクザならば。全部覚えてんか。守りたい動物の匂いのデータばかりが次々と増えていく。引き出し多いね。一番引き出しやすい段にある。ウサギちゃん？ルイ先輩の匂い。ルイ先輩の匂いが。仕事中は自分の世界に入るな。しっかりしろよ。はーい。ガゼル美味しそうやな。酒に酔ったわけじゃない。お前だけでやれそうだ。はい。では後で。全然超余裕ぶって。この二人倒すんか？で倒して治療するんだな。ここで合品さん直伝種族別攻略のメソッド。なんすか。あくまでも相手を患者として扱うため。なるほど。しっかりと目を合わせ。あ、はい。ヒョウに逃げられては追いつけないので、走行を阻止。あ、おお、足を。バチッと。体を大きく使い、守備範囲を広く。ほうほうほう。かっこいい。飛ばれることより鳴き声で鼓膜を破られること。ああ、だから喉をやっちゃうんや。それを全部。おおおおおお、やば。完全に読んだ。やば、一瞬やん。見られたな。筋トレしてんな。まだ足りない。重そう。この程度じゃヒグマのあいつに勝てない。ヒグマな。無理すんな。体おかしくすんの。お前はもうそんな雑な鍛え方じゃ成長しない。なるほど。だって犯人はヒグマだったんですよ。うん、倒せないんだな。このままだとプレッシャーで潰れるぞ。プレッシャーなんかに潰されてる場合じゃない。それに俺にだって。精
心的な味方はいた。うさぎちゃん？もうウサギちゃん全然出てこないじゃないですか。あ、旦那？さっきの。あ、違うか、違う感じなんだね。やば。ゴーヒンさんすげえ、めっちゃ感謝されるしね。でもこっちの方がさ、こいつらの改善にはなってると思うよ。豚箱に入れたところで治らへんし、多くの場合は。こっちの方が効率良いかもしれない。退学されたの？腕引っ張られてダメだったとか本当に想像もできひんよな。あんな厳しい状況なんか。ちゃんと動く？お、動いた。ちょっと力入ってる。あんまり引っ張らんといて。あんたいいやつやな、おい。よかったな、この世の中にも救いがあるんだって思えるように。で、レゴシーのこと。わー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 。肉のロッカーに来ました。レゴシーなの？さあ、レゴシーってなんで？ってなってますね。だから信じてください。俺は造形のことなんか知りませんし、逃げたやつのことも。うまい肉食うのに夢中で忘れちまったのか。肉なんて食べてません。これ殴られた話で、それで。ちょ、尻尾振ってるやん。だルイに会ってんだもん。久々にルイ先輩に会えて。そういう時じゃないから。ボスにガン飛ばしてんじゃねえ。ガン飛ばしてんじゃねえって言い方。ガンつけてんじゃなくて、ガン飛ばすって。
違うけどな。違うけどな。違うけどな。俺に会えて嬉しいか。尻尾を振るほど。俺がこの世で一番嫌いなのは、お前みたいな嘘つきだ。もういい。俺が直接正体を暴いてる。さあ見せてみろ。この俺の前でお前の真実を。こいつの真実また受けるよ。実は肉全然食べないんすよ。喋んの春岡か。今日嘘やん。だね。クイ先輩、どういうつもりで俺を誘ったんだろう。ハルオ、遠慮なく食えよ。そうだ、ここは裏一だぜ。好きなだけ食えよ。遠慮すんなよ。美味しそうね。申し訳ないですが、自分は大きつめです。油揚げしか食べられないんです。どこまで嘘八百貫くんだ。くそう神。らしいな。怖っ。でかい一口。さすがボスだ。気合が違うぜ。お前がそこまで白を切って正義を装うな。いいだろう。面白いな。俺を裁けばいい。別に裁こうとしないだろう。ハグしたんや。生きててくれて尻尾。肉の匂いがしない。このバカな後輩から。ね、肉食ってへんから。それはあかんよ、追ってしまえば。散々感じていたのうざったさが一気に蘇る。かわいい。バカ力で乱暴に俺を制圧してくるくせに。まあバカ力ですよね。それ変わんねえ。顎の力もないけど。表情が無垢であればあるほど、俺はめまいがするほどの無力感に襲われる。面白い状況になりましたね。まあそれに近いものなんじゃないか。頑張る。かわいい。よくわかんない。ヒグマはね。あ、それ。
完璧の童貞っていう悲しみもあったよね、この人。ちょっとうまい話かな。俺は今必要とされている。獅子軍のみんなが俺を慕ってる。そんな騙されてるんですよ。このままだとルイ先輩の心の奥まで奴らに染まっちゃう。そんなの。それ言っていいのか？この近くで。聞かれてるかもしれないよ。はいよ。みんなお前みたいに油断しやがる。頭が装飾銃の仕組みは丸くなったに違いないと。染まったんじゃない。俺は花からこっち側。売り手に装飾銃がいることで心が救われる貧困層がたくさんいる。ここには俺にしかできないことがあるんだ。それは？できるかな、レゴシちゃんが。まあスターは間違いないよ。お強っ。ほほー、すでに信念を貫く獣は他にいないんだ。強っ。ちょっとエロいんだけど逃げた。興味深いことになりましたね。てか強くない？レゴちゃん。だね。結構誤解っていうか、いや誤解はないか。それは嬉しいな、キビちゃん。食べるんか？すごいよね、ほんまに。気にしてないもんね、こいつ。お前そんなこと言う？挑発っすね。やば。おっと、筋肉はどうだ。痛い痛い、ひどいよ。機材の声を代弁してみました。うざいなこいつ。しっかりしてくださいよ、レゴシ先輩。これ以上被害を
なんかちょっと状況がピリピリしていたな。やば、ピナって本当にすげえやつやな。薬飲んでるじゃん。それはどうでもいいじゃん。しかし、僕もフォローに頼り切るのはマジで勘弁してくださいよ。本当に、切れるのも無理ないっすけどね。リズは多分いいクマを演じ慣れてる。あんたとはある意味真逆の肉食だよ。だね。こいつは本当にいいやつなのに怖い狼だと思われてたけどね。今はもう可愛い狼やと思われてるけど。あ、でもリズは内心結構壊れちゃったん。リズちゃん、あなたの魂の方が加藤じゃありませんか。僕リズです。はい、僕は可愛い友達のブーベアです。せやから持て、怖がれんとってくれや。超シンプルなリズムだよね、これ。ほんまに面白いね。レゴシちゃんがどん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 成長していくんだけど、リズちゃんの「僕はいい駒だよ」の演劇がなかなかグロテスクだと思ってしまいます。皆様ご視聴ありがとうございました。次がすごい気になります。ではでは、until next time, goodbye and 大きに。